北海道キヨスク株式会社は、北海道札幌市中央区に本社を置く、北海道旅客鉄道の子会社である。JR 北海道管内の駅構内や、札幌市交通局の地下鉄駅構内にある、駅売店キヨスくをはじめ、コンビニエンスストア、土産品店、書店、飲食店などを経営している。1987年に、北海道気よ株式会社として設立され、 現在に至る。一般的なキオスクコンビニキオスク JR 駅構内2020年11月、現在。札幌市営地下、鉄構内バスターミナル構内駅構内外店舗、うららセブンイレブン北海道 ST、千歳店看板や窓にキオスクが示されている。札幌市近郊を中心に、回転寿司店や、ベーカリーショップ、コーヒーショップなどを展開している。主な店は、以下の通り。 天然温泉極楽湯、札幌手稲店かつて、聴覚障害者の店、キオスクリリーと呼ばれる、聴覚障害者が、販売員の景気店が展開されていた。2002年時点では、地下鉄大通駅、札幌駅の2店舗が営業していた。西村食品工業、地方自治体との協力により、1976年3月に開業。開業当時の小売業態では、 ほとんど前例のなかった筆談によるシステムを向上化した。取り扱い品目すべてが100円の100円ケーキの店として地元住民にその存在が定着した。なお後に消費税転嫁のため103円105円と値上げをしている。1981年にはこのケーキ店を題材にしたドラマ100円ケーキの歌が制作され、同年7月16日に 全国放送された。2003年、西村食品工業の倒産により商品供給が困難な状態に陥り、全店舗閉鎖となった。ありがとうございます。